生体物質の例。ミオグロビンはタンパク質の一種で世界で初めて結晶構造が X 線解析により明らかにされた。生体物質は生物の体内に存在する化学物質の総称。個々の化合物を指す場合は生体分子という。生体を構成する基本材料である生体構分子とその構成要素、さらに脂質やビタミン。 ホルモンなどが主要な生体物質であり、生体の維持に何らかの役割を果たす。ほとんどの生体物質は有機化合物であり、その主要な構成要素である炭素、水素、酸素及び窒素の4つの元素だけで人の体重の96%を占める。ただし、実際には微量ながら、その他の元素も生体の維持に必須である。核酸、タンパク質、 等、そして脂質は地球上で現在知られているすべての生物で見つかっている。生体物質は外部より取り込まれた化学物質をもとにイカ作用及び同化作用によって生体内で産生されるものであるが、生物によってはすべてを自身で合成できない場合は、食物などを通して外部から補給する。生体内においては何千にも及ぶ分解、合成経路からなる。 生態物質のネットワークが形成されており、これは代謝と呼ばれる。生態物質については、その多様性と重要性から、様々な学問分野で研究が行われている。例えば、生化学、分子生物学、天然物化学、生物有機化学、生物無機化学、生理学、栄養学、生薬学などが挙げられる。通常、核酸、タンパク質、 等脂質の4種類を指すことが多い。核酸、タンパク質、糖の3つは、それぞれ最小の構成要素であるモノマーが融合して、高分子を生成し、これらは特に生体高分子と呼ばれる。脂質のうち、イソプレノイドも、イソプレンの重合により、高分子を生成するが、核酸、タンパク質、糖とは同列に扱わない場合が多い。DNA の化学構造。 詳細は、核酸塩基の項を参照。核酸は、生物の遺伝情報の伝達に関わる。核酸は、モノマーであるヌクレオチドが重合して生成する。核酸塩基と呼ばれる、化合物がリボース、またはデオキシリボースに結合して、ヌクレオチドを構成し、さらにヌクレオチドに、リン酸元が結合したものがヌクレオチドとなり、核酸の最小単位となる。一方、 アデニンからなるヌクレオシドに3つのリン酸元が結合したものはアデノシン酸リン酸と呼ばれ生体維持に必要なエネルギーの産出に関わる核酸にはリボ核酸とデオキシリボ核酸の2種類が知られているリボースを基盤とするものが RNA、デオキシリボースを基盤とするものが DNA である核酸塩基には五種類が知られておりそれぞれアデニン、グアニン、シトシン 民ウラシルと呼ばれる。この中でミ民は DNA 中に存在が限定されており、逆にウラシルは RNA 中に存在が限定されている。他の3つの塩基は RNA および DNA に普遍的に存在する。AGCT または AGCU からなる塩基配列の配列パターンは個々の生物間で異なるため塩基配列の類似性でもって 生物の系統関係、進化の過程を調べることができる。DNA が持つ塩基配列中には遺伝子情報が記述されている領域がある。一つの遺伝子には一つのタンパク質が対応しており、その遺伝子が持つ塩基配列に基づいて対応するタンパク質が合成される。実際には遺伝情報は DNA からまず RNA に転写され、 その後 RNA からタンパク質に翻訳される。ピルビン酸キナーゼの立体構造図。3つのドメインから構成される。タンパク質の機能は多岐にわたる。生体の構造材となるほか、酵素として生体内の化学反応に関与するものや、化学物質の輸送や貯蔵に関与するものもある。タンパク質は22種類のアミノ酸が様々な、順番で重合することで生成する。アミノ酸は、 アミノ元及びカルボキシル元を持つ有機化合物の総称である。天然、人口含めて数千に及ぶアミノ酸が見つかっているが、生物に使われているのはごく一部である。重合するアミノ酸の個数が数十程度までのものは、ポリペプチドと呼ばれ、それ以上をタンパク質と呼ぶ場合が多い。個々のアミノ酸については、タンパク質を構成するアミノ酸の項を参照。 タンパク質の合成に使用されるアミノ酸の数及び種類は対応する遺伝子の塩基配列によって決定される。各アミノ酸に対応する特定の塩基配列はコドンと呼ばれ、アミノ酸と塩基配列間の対応規則をまとめたものは遺伝子行動と総称される。DNA に記された遺伝子情報に基づいて一つの遺伝子から一つのタンパク質が合成される。 22種類のアミノ酸のうち20種類は遺伝子コードに含まれているが残り2種類は特殊な方法でタンパク質に組み込まれる。タンパク質の物理的性質及び機能はそのアミノ酸配列だけでなく立体構造によって大きく変化する。タンパク質の機能発現にはしばしばタンパク質以外の補助的な化学物質が必要であり保因子と呼ばれる。 タンパク質の立体構造のうち特定の機能を担う領域を特にドメインと呼ぶ糖類の例。ラクトースは単糖が2つ結合した二糖類の一つである。糖は生物の主要なエネルギー源の一つである。一方で細胞間のシグナル伝達を担うとともに生物の形態を保持する構造材ともなる。糖の代謝は生命活動の根本に位置しており、 地球上のすべての生命の基盤となる炭素を生体物質に組み込むための化学反応を担っている。糖の合成及び分解を起点として他の様々な代謝活動が制御されている。光合成生物ではカルビン回路と呼ばれる代謝経路により大気中の二酸化炭素からブドウ糖を生成する。無機物質である二酸化炭素が 生体物質であるブドウ糖に変換される過程は炭素固定と呼ばれる。自然界に存在する核元素は炭素同様、それぞれ固有の経路で生体物質に取り込まれる。生成したブドウ糖をより小さな有機分子であるピルビン酸などに分解してブドウ糖が持つ高い結合エネルギーを取り出す過程は解凍系と呼ばれ、逆にピルビン酸などの 小さな有機分子から、ブドウ糖を改めて合成する過程は、糖新星と呼ばれる。ヘキソースである、ブドウ糖はまた、ペントースリン酸回路と呼ばれる、代謝経路により5つの炭素からなるペントースと呼ばれる、別の糖類に変換されるが、これは、核酸の構成要素であるリボース及び、デオキシリボースの合成に使われる。リボースはさらに ATP、ファド、 などなどの保因子の構成要素になる。ブドウ糖などの担当類がモノマーとして重合すると生体高分子である多糖類を生成する。よく知られるデンプン及びグリコーゲンはどっちもブドウ糖をモノマーとした多糖類であり、これらの高分子はエネルギーの貯蔵庫として機能する。同様にセルロースもブドウ糖からなる多糖類で、こちらは植物や 藻類の細胞壁を構成する。キチンは、ブドウ糖の網戸誘導体をモノマーとして生成する。多糖類で、菌類の細胞壁や接触動物の外骨格を構成する。脂質の例。トリアシルグリセロールは、グリセロールに脂肪酸由来のアシル元が3つ結合している。脂質は、細胞膜の主要な構成要素であるほか、エネルギーの貯蔵などに使用される。 脂質は核酸や等と異なり、化学構造や生合成経路の共通性でまとめられた分類ではない。素水性もしくは両心媒性の性質を持つ生態物質はすべて脂質に含まれ、現在8つのカテゴリーに分けられている。基盤となる炭素骨格にアシルサかイソプレノイドさが結合したものが多い。グリセロールに アシルサまたは、イソプレノイド腐りが結合したものは、グリセロ脂質。それに、さらにリン酸元や糖が結合したものは、グリセロ糖脂質やグリセロリン脂質と呼ばれる。一方、スフィンゴイドに、アシルサ、リン酸元、糖などが結合したものは、スフィンゴ脂質である。アシルサ単体の場合は、脂肪アシル、イソプレノイドサ単体では、プレノール脂質と呼ばれる。 イソプレノイド腐りが感化して、ステロイド骨格を生じたものは、特に、ステロール脂質と呼ばれる。ステロール脂質は、シグナル伝達に関与する、ステロイドホルモンも含む。蒸気の分類に当てはまらない、生体物質も多く存在する。ビタミンホルモンなどは、比較的存在量は少ないが、生体にとっては必須の物質である。ありがとうございます。